おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日はね、何をやっていくかと言いますと、こちらレッドブルゲーミングスフィアリミテッドマッチコラボレーションカップですね。このエントリーのするディビジョンをフリーの方がいいのかリミテッドの方がいいのか、今回のねリミテッドマッチの特徴とか、今までのリミテッドマッチのね決勝トーナメントのグループ量とか、そういうところも踏まえてね話していけたらなと思います。まずですね、今回と今までの大きな違い、そしてどっちの方にエントリーした方がいいのか、どれぐらいの総合値だったらどれぐらいが目安なのかっていうところをちょっとね考察していければと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ今回のリミテッドマッチなんですが、スタメンの日本選手8人以上をという縛りでございます。今までとまず違うところをね、話していけたらと思うんですけど、今までは星4の人数だったのに対して今回は国籍での縛りとなりました。ここの大きな違いを解説していきましょう。まずですね、星4で縛られる場合はどれだけ課金していても、全く課金していなくても、星4の選手ってね大体もう同じ選手たちになってきますので、正直ね課金の量でチームの強さに差が生まれなかったんですよね。なので今までのリミテッドマッチって変な話、なかなか課金できない人だとか、あんまりねあのお金使えないよっていう方が星4選手を使えるがゆえに、リザーブのね星5選手のクオリティとかはありますが、それでもねめちゃくちゃがっつり課金してる人たちと、対等に渡り合える、要するに無課金救済みたいなね、そういう側面もあったのかなと思います。やはり星4選手っていう縛りが来ることで、あのどれだけね、例えばなんだろう、月に10万使う方でも必ず星4選手を、5人なり8人なり使わなければいけなかったので、そういうところがね、今までの、変な話良かったところなのかなと思います。ただ今回は日本人選手っていう縛りになりましたので、これがつまりどういうことかと言いますと、これはもうね純粋にお金を使っていけるか使ってきたか、ここでかなりねこのリミテッドディビジョンに挑む人たちのラインナップが変わってしまいますよと、ここでございます。私もねある程度最低限課金してきてる方かなと思うんですけど、それでもやはり持っている日本人となるとほとんどがレジェマの選手ですね。レジェマ無料の選手、きちんとガチャで貫突してるのってゴン中山と中田、この2人ぐらいなんですよね。日本人の選手なのでなかなか貫突まで持っていきにくいだとか、ゴン中山なんかそうなんですけど、あとは久保建英だとか南野匠だとか岡野だとか、ジョーカーだから日本人の選手貫突したよって方もちらほらいるかなと思います。逆に本当にスタメンのところから日本人の選手貫突できる人って、なかなかいなかったのかなと、今回も日本ガチャ来てますけど、日本ガチャ引くんだったら、4周年引くよねっていうところで、普通にお金使い普通に課金するんだったら4周年に課金してると思うんですね。なんで日本人で強いのが揃っている、今回わざわざね日本人8人以上という縛りがありつつも、でもリミテッドディビジョン行くよっていう人たちはある程度もともと本当にねガチャを引いてきていて日本人の貫突が揃っているという方か、あとはただ単にリミテッドディビジョン楽しみたいっていう方になってくるので、今まで以上にですね、ちょっと正直リミテッドの方に挑む人数が少なくなるのかなと思います。縛りがきついですし、例えば私もね8人出そうと思えば出せますが、正直スタメンの日本選手8人で出したところで決勝トーナメントで勝てるビジョンが全く見えないんだよね。本当にきついと思います。多分マジで勝てない。そんな中でですね、リミテッドディビジョン厳しいよねっていう話なんですが、じゃあ今までと今回で逆にいい点、何かメリットってあるんですかって話なんですけど、ちょっとねここの部分は正直、デメリットの方が大きいのかなと。逆に今までですね本当にしっかり日本人選手を引いてきた人、結構私のチャンネルでねコメントいつもくれる方とかでも J リーグがすごく好きで、日本人のガチャでねすごく盛り上がっていて、日本人 の, あのガチャの時はちゃんと引きますよって方もいらっしゃるんですね。やっぱり選手愛じゃないですけど、岡野めっちゃ好きだから岡野引くよだとか、それこそゴン中山もね、お互いジョーカーですけどっていうところだとか、例えば遠藤好きだから長友好きだからっていう理由で揃えてきた方いらっしゃると思います。そういう方は
本当に今回ね勝負どころなのかなと思います。めちゃくちゃいい順位を狙えると思いますし、正直めちゃくちゃ課金してる方だとしても、あの日本代表ガチャを引いてるかどうかってちょっとまた微妙な話で、そういう風に考えるとですね、今まで日本が好きで日本代表ガチャ引いてきた人、この人たちがね輝くところだなと。でこれって、まあ、今回日本たまたま日本ですけど、まあ、ブラジルとかねスペインとかもともと強い選手が多い国だと、まあ、ちょっと、まあ、一概にそうかなとは言い切れませんが、今の内容で見るのであれば、例えばウルグアイだとかレコバのウルグアイだとか、マラドーナのアルゼンチンだとか、まあ、マラドーナはあれかレジェンド来てないからサネッティのアルゼンチンだとか、そういうところでですね好きな国籍だとか好きなねナショナルチームでがっつりそこでお金使って揃えたんだけどね、ちょっと環境片落ちになっちゃってるんだよなみたいな方々がね、今後もしかしたら好きな国籍の選手を使って揃えることでね、今回のこういうリミテッドマッチみたいなところで、高順位を狙えるチャンスが来るのかなと。そこはね、あえて言うのであればいいところなのかなと思います。そうしたらですね、今回ってリミテッドディビジョンどうなんですか、いけるんですか、決勝トーナメント行くんだったらリミテッドよりフリーの方がいいんですか、それともやっぱりフリーって厳しいんですかって話をしていくんですが、ちょっと参考までにリミテッドディビジョンの今までのですね、前回の吉野家カップがあったと思うんですけれども、あそこのグループ最終予選の、グループの数でいくとフリーディビジョンが44個、リミテッドディビジョンが14個でした。フリーディビジョン44個もあったんですね。この44個ってどういうことかっていうと、 SWCC の全ディビジョンが入ります。全ディビジョンのグループ数を足した数よりもリミテッドマッチのフリーディビジョンのグループの数の方が多いんですね。参考までに SWCC の数でいくと、 SWCC はプラチナが1つ、失礼しました、ダイヤが1つ、プラチナが4つ、ゴールドが11個、なのでまずこの上位3つのディビジョンで用意されるグループの数が16個ですね。まあ、ここでね、ダイヤが1でプラチナが1、2、3、4、5、あ、失礼しました、プラチナ5ですね、プラチナ5で、リミテッド、ゴールドが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、まあ、ちょっとねあの1、2個前後、1、0個前後あるかもしれませんが、まあ、そこはね正直誤差なので、まあ、さらっとね本質ではないので流していきますが、上位のね、ダイヤ、プラチナ、ゴールドのところで、17個で、シルバー、ブロンズ、ルーキーで、確かシルバーが9、ブロンズが5、ルーキーが4なので18になりますね。ということで合わせてですね、まあ、大体40ないぐらいなんですね、ダイヤからルーキーまで全部足して。一方フリーだけで44、リミテッドで14あるので、正直ですね抜けやすいといえば抜けやすいかなと思います。フリーだろうとリミテッドだろうと SWCC に比べて数が多いのでめちゃくちゃ抜けやすいのかなと、決勝トーナメントのまでたどり着きやすいのかなと、 SWCC よりは難易度低いのかなと思います、だいぶ低いのかなと思います。ただですね、じゃあ今まで私はリミテッドでずっと挑んできましたが、他の方見ていて、フリーで決勝トーナメント出てる方っていうのはゴールドの決勝トーナメント常連、 SWCC ゴールドの決勝トーナメント常連の方だとか、そういう方々はですね、リミテッド、フリー問わず、決勝トーナメントに出れているとの、皆さんね報告がありました。逆に言ってしまえばシルバーで毎回決勝トーナメントに出ている方からの報告はなかったですね。あの報告というか見たことが一応ないです、私が。あのただこれはあくまでもすみませんないだけなので全然いるとは思います。特にリミテッドディビジョンの方、あの星5の選手に制限があるところではシルバーのねあの上の方の方たち本当に強い方たちなので、ほぼ間違いなくみんな出てると思います。ただ今回の日本のリミテッドマッチに言えばして言えば、おそらくグループが少なくなるので、かつ日本のラインナップがある程度揃っていないとちょっと出るのは厳しいのかなと思いますので、そこの部分でね、まずじゃあどうしたらいいのかっていうところなのかなと。今までで言うのであれば、私も、リミテッドで、全部一応決勝トーナメント逃したことはありませんし、おそらくね総合値20万ぐらいあったらリミテッドの方だったら出れると思います、決勝トーナメントね。まあ、ただ今回は今までは20万あったらね星4選手で埋めてどうにかなったんですけど、今回日本代表の選手たちっていうところで日本代表の選手たちを入れた上での総合値がまあちょっと大切になってくるのかなというところで、まあ一概にねバッて言い切ることはできないんですが、星5の選手のみできちんと組めるのであれば私はいいのかなと思います。星5の選手たち8人
きちんと、貫突してなかったとしてもですね、ある程度いい特徴、最近のこの相馬選手とかがそうですけど、反抗タフガイとかね、すごくいい選手なんですよね。ここを一つね目安にしていただければいいかなと思います。きちんと例えばね星4使うのだとしても、まあ、できれば1人2人ぐらいが好ましいし、必ず貫突はしてほしいかな。星4と星5では特徴の差がすごくあるので、正直ちょっとね星4選手では厳しい。逆に言えばだったら、無凸でいいから星5選手をきちんと用意して、2つなんつけてスキルをきちんとつける、リスキトップにも活かせる。そうすればおそらくね8人全員が、まあ、全く貫突してないとちょっと厳しいかもしれませんが、おそらく問題なくいけるんじゃないかなと思います。って言いつつですね、私は今回ちょっと、チーム見ていただいたら分かるんですが、必死にですね日本代表選手を育て上げておりまして、日本代表で行こうと思ってます。貫突してるガチャさんが1人だけ、スタメンで出せるのが1人だけ、あとはまあゴン中山がスタメンで出すか出さないかっていうところになってくるので、まあ、今回のですね、まあ、ちょっと挑み私の挑み方も若干見ていただいた上でですね、まあ、次回以降似たようなところがあったら決めていただけたらなと思います。私のおすすめとしては、最低限、まあ、貫突してなくていいので星5選手できちんと8人埋められるかどうかっていうところを目安にしていただければなと、まあ、それでもねだいぶ総合値多分下がると思いますので、まあ、そんな中でね試しにやっていただければいいんじゃないでしょうか。ちょっと曖昧な話し方になってしまったんですけれども、まあ、ぜひぜひね日本代表という制限の中で楽しんでいただけたらなと思います。逆にね今回星4選手使っても決勝トーナメント行けましたとかってなっても、次回がブラジルとかスペインとかね星5の数えげつない国で来られてしまうとなかなか、参考にもならないのかなと思いますが、まあ、試しにね今回のリミテッドマッチも、日本代表で使っていってみますので、ぜひぜひね追っていっていただければなと思います。ってことでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフになってます。トフでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。